はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、シリウスです。というわけで今回はね、久しぶりの動画になるんですけど、MW2 だったり、ウォーゾン2がね、シーズン4になったということで、シーズン4のね、まあ、ウォーゾンのメタ引きを紹介していきたいなと思います。一応ね、シーズン3ではクローネンとか、あとはスナイパーの炸裂弾とか活躍してたと思うんですけど、まあ、そこら辺のね、中遠距離武器が結構変化しているので、よければね、最後まで見ていってください。まあ、こんな感じで自分のチャンネルでは COD のね、メタ武器の紹介だったり、解説の動画、いろいろね、やってますので、もしよければチャンネル登録だったり、高評価などで応援のほどよろしくお願いします。それでは早速ですが、始めていきたいなと思います。はい、というわけで、ロードアウトの画面にやってきました。ここからね、メタ武器紹介していきたいなと思います。ただ、自分がね、調べた感じ、今、メタ武器として使われているものが結構ね、こう、絞られてるっていうのかな。数がめちゃくちゃ少ないので、候補、この武器も強いよっていう候補的なものもね、一緒に紹介していきたいなと思いますので、もし今回紹介したね、メタ武器合わないなっていう人は、その候補の武器から選んであげるといいかなと思います。で、まずは、アサルトライフルから一つ紹介していきます。それが先ほどから映っている、こちらのラハマン556となっております。これね、自分、ちょいちょい配信で言ってて、シーズン4でね、いろいろ武器調整が行われたら、この武器ね、メタ武器に入るんじゃないかなと思ってたんですけど、あの女ね、メタ武器になりました。まあ、この武器もともとシーズン3で強化されて、AR の中ではだいぶ強い部類になってたんですけど、今までね、活躍していたクローネンが弱体化されたことによって、こちらのね、ラハマン556がメタ武器に入ってきました。体力300に、ね、なったっていうのも一つの要因だとは思うんですけど、まあ、この武器ね、こんな感じのカスタムで使われているのですが、60ラウンドマガジンってことで、弾数がめちゃくちゃ多い武器となってます。加えて、ブレもね、そこまで大きくないので、結構ね、遠くの距離でも扱いやすいっていうので、まあ、現状ね、海外のトッププレイヤー、まあ、トップ250のプレイヤーたちはほとんどね、この武器使ってます。なので、先ほど言った、メタ武器が少ないよっていうのは、まあ、そういったね、理由となっております。で、一応ね、カスタムを見るとこんな感じ。まあ、大体ね、このカスタムだと思います。調整見ていくとこんな感じとなってます。まあね、もう調整ちょっとね、微妙な感じにしちゃってるんですけど、もう極端に、今ね、プラスにしてる、まあ、こっちに寄ってる方に、ぐわって全部上げちゃってもいいかなって思います。で、MOP サイト自分ね、目の位置近くしてるんですけど、まあ、こちらのね、目の位置近いか遠いかは個人の好みでいいかなと思います。まあ、大体ね、このカスタム真似れば、大体のね、トップ250のプレイヤーたちと同じカスタムでプレイできるので、これで遊んでみてください。これがまずは一つ目、AR のラハマン556となっております。続いて SMG。SMG は3つ紹介させていただきます。まずは前シーズンから活躍しているラハマンサブとバズネフ9K。この2つは現状も使われている武器となっております。そしてもう1つ新たに追加されたメタ武器がこちらの新武器である ISO45 となっております。こちらはね、シーズン4で追加された、まあ、バトルパスでね、解除できる SMG なんですけど、今回ね、メタ武器として紹介させていただきます。で、SMG に関しては、今紹介したこの3つの中から、自分のね、好みのものを選ぶといいかなと思います。まずは、ラハマンサブから紹介していきます。まあ、正直ね、紹介するまでもないと思うんですけど、まあ、この武器はね、もうずっとずっと、まあ、シーズン1からね、活躍してる武器かなと思います。マガジンがね、少ない代わりに火力が高くて、扱いやすい武器となっているっていうのが、まあ、ずっとね、ラハマンサブで紹介していることだと思うんですけど、今シーズンの武器調整で入ったのが、まあ、主にクローネンと、あとはショットガン、そしてスナイパーなので、まあ、SMG 関係はね、特に調整されていないので、現状も強い武器となっております。カスタムはこんな感じ。調整見ていくと、こんな感じとなっております。まあ、ラハマンサブはね、ほんと弱体化入らない限りは、もうずっと使われる武器なんじゃないかなと思います。ほんと安定して強いですよね、この武器は。はい。というわけで、まずは一つ目のラハマンサブとなっております。はい。続いて、バズネフ 9K となっております。こちらも前シーズンで散々紹介したと思うんですけど、また紹介させていただきます。こちらもね、武器調整特に入ってなくて、そのままね、使われている武器となっております。ラハマンサブに比べると、弾が45発ということで、弾数が多いのが特徴かなという感じとなってるんですけど、あとは、ストックとかね、こういうトゥルタック、まあ、リアグリップとかつけてることによって、割とね、軽めの SMG となってるので、近距離のキャラコンだったりとか、立ち回りがしやすい武器となっております。ラストのストックの調整がこんな感じとなっております。まあ、ほんとね、バズネフ 9K も、ラハマンサブに続き、前シーズンからね、めちゃくちゃ扱いやすい武器なので、もし気になった人は使ってみてください。
そして最後に ISO45 の紹介なんですけど、自分がまだレベル上げできてないので、海外のトッププレイヤーのカスタムを紹介させていただきます。こちらはアーモンドっていう選手なんですけど、WSW の世界大会の予選、NA の、大会で2位になったプレイヤーかな。あとは、前シーズンのランクプレイでトップ3に入ったプレイヤーです。その、プレイヤーが使っている ISO45 となっております。 ISO45 はね、自分が調べた感じだと、キルが一番早い、SMG なのかな。いわゆる TTK ですね。 TTK が一番いい、SMG となっております。自分もね、海外のプレイヤー、ランクをやってるトッププレイヤーたち見てみると、大体 ISO45 かな。ちょくちょくね、MP5 まだ使ってる人がいたり、バズネフ使ってる人もいるんですけど、大体はね、この ISO45 を使ってます。ただね、アイアンサイトが若干ね、見にくいっていうのがあるので、もしアイアンサイトが気になる人は、一部のね、アタッチメントを外してサイトにね、リフレックスサイトみたいなものをつけてみるといいかなと思います。というわけで、SMG の紹介ですね。3種類、ラハンサブ、バズネフ 9K、 そして ISO45 の紹介でした。現状、メタ武器と紹介できるものは個人的にはここまでかなと思います。本当にね、ほとんどのプレイヤーがラハマン556と、あとは先ほど紹介した SMG 3種類しか使ってないので、前シーズンに比べると本当ね、幅が狭いのかなっていうふうに思うんですけど、ここからは、メタ武器には入らないんですけど、もし使いにくかったらこれ使うといいかなっていう候補を紹介していきます。まずはバトルライフルからクローネンスコール。こちらね、弱体化されたと言ったんですけど、弱体化をされたものの、依然としてまだ強い武器となってます。もともとのね、バトルライフルとしての武器の火力があるので、弱体化されてね、ちょっとだけ火力落ちたんですけど、それでもまだまだ使ってるプレイヤーはちょいちょいいたりします。あとはライトマシンガンから3種類紹介させていただくと、こちらのサキン MG38、 そして HCR56、 あとは RRMG となってます。シーズン4になってから体力300になったことにより、例えば弾数が多い武器だったりとか、あとは一発の火力が高い武器が、個人的には注目されてるのかなと思っていて、一応ね、現状使われているのがアサルトライフルの、ラハマン556っていう感じになってしまってはいるんですけど、一応ね、ラハマン556が使いにくい方は、こちらの LMG とか、あとはスコール、クローネスコールを使うといいかなと思います。で、前シーズンね、割と暴れていたであろう、MCPR とかね、あとはインターベーション、インペリウム、こちらがなぜ紹介されないかというと、今シーズンの、ウォーゾーンのランクの調整によりSR が炸裂弾を使うことができなくなってしまったがゆえに、ワンパンができなくなってしまいました。なので高速弾など他のね、弾を使ってしまうと頭一発ではなくなって、ミリ残ってしまう形になってしまうので、個人的にはね、そうなってしまうとスナイパーとしての強めが結構ね、薄いのかなと思ってしまうので、それだったらね、他のね、 AR とか LMG とかね、バトルライフル使う方がいいかなと思うので、今回メタ武器としては紹介させていただいてません。一応ね、このスナイパー使うといいよって出てるのがこちらのシグナル50となっております。先ほどね、紹介した LMG 3種類だったり、あとは今の紹介したシグナル50とかのね、カスタムについては、自分が普段参考にしている、ウォーゾーンのロードアートをね、よく作ってるコミュニティの、サイトを、概要欄に載っけておくので、そちらからチェックしていただけると嬉しいかなと思います。 ISO45 のね、調整載っけたのも、そちらのね、サイトとなっておりますので、もし気になった方はぜひチェックしてください。はい、というわけでシーズン4のね、メタ武器紹介は以上となります。皆さんいかがだったでしょうか。ようやくね、 LMG だったりバトルライフルの時代が終わって、 AR のね、ラハマン556が入ってきたわけなんですけど、今後のね、中間アップデートとかちょくちょく入るね、アップデートでまた新しいね、メタ武器がね、出てくると思うので、またね、新しいメタ武器が出てきたら随時紹介できたらなと思います。それでは皆さん、最後までご視聴していただきありがとうございました。また別の配信や動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。Say